はい、えー。皆さん、こんにちは。むけんです。えー、ドラクエ10ね。えー、この時間、今夜なんですけど、夜中ね、ずっとやってたんですけどね。この2年、2年半ぐらいずっとやってたんですけどね。ここ最近ね、あのー、お休みをね、<laughs> いただいて、あのー、やることなくてね、本をね、久しぶりにね、大量に読んでますね。えー、っと、まあ、まあ、ログインね、今まで、開始8月、あれでしょ 12年の8月から、休んだ日がね、多分、トータルで、あの、2週間ぐらいだと思うんですよね。2週間から、まあ、まあ、やらない日はたまーにありましたけど、ほんと1ヶ月に1日とかね、ぐらいだったんで、トータルでもあんまり、多分、2週間、3週間ぐらいしかないぐらいそれぐらいしかね、休んでなかったんでね、ある意味中毒ぐらいになってたんですけど、いや、久しぶりね、あのー、さすがにね、強制だとね、 さすがにちょっと時間あったんで、ねえ、あのー、まあお勉強ではないですけど、まあねえ、あの、これからね、多分忙しくなるんで、その前に、今のうちしか時間ないんでね、あのー、読んどくん読んどくかと思ってね、えー、っと、片っ端からね、読んでるような、あとまあ、漫画とかね、こ進撃とかね、あとはまあ、ワンピースとかね、あと、この間時間あったんで、デスノート全巻パーって読んでね、 ナルトとかね。読んで、結構ね、こんな時間あるんだと思ってね。ドラクエユーザーね、やってたらわかるんですけど、2、3時間ってすぐ経つでしょ僕もね、今、殺しやうね、やっぱしたいっすよね。殺し合うね。するためにね、アクセとか鍛えてきたんすけどね。これこれ。やっぱね、殺し合うね、したかったなと思うんですけど、団体戦ね。まあ残念ながらちょっとインできないんで。でね、あの、まあそこはね、ちょっと残念なんですけど、羨ましいなとと思うんですけどね。まあ、それはそれでね。 も仕方ないんで。まあ、今回ね、この動画ね、なんで作ったかっつったらね、あのー、なんか、やっぱりチャンネル登録者ね、ドラクエ10の見てるユーザー多いんで、あの、質問よくされたんですよ。あの、前回動画見ましたけど、なんか、あんまショック受けてないっすね、みたいなこと言われたんですよ。なんか、あとはね、自分だったら、その、ね、なんかね、ね、や、ね、 ショック受けて立ち直れないのになんでそんな元気なんすかみたいな感じ言われたんで、なんかやっぱね、あの、な,なんつうんだう、別にショック受けてもいいと思うんですけど、別になんかね、ねあの、認識の問題なんでね。だからまあ、その人が受けた場合はショックだけど、こうな、体の中にまず事実として入るじゃないですか。体の中にその事実が入って、その後どう気持ちをね、 えー、コントロールするか自分次第じゃないですか。そのなんかね、刺激と反応って言うんですけど、刺激をね、赤版 A 級版か、A 級版を受けましたっていう事実は変わんないですけど、自分の体の中に入った後にどう処理するかは自分の問題なんで、それでまあまあ別にショックを受けないっていう選択を別にしたんで、<laughs> まあ、やることね、逆に、まあ、増えたかなと思うんで、もう今、戻れるかちょっとわかんないですけど、戻りたいなと思うんですけど、まあまあ、戻れなくても、まあ、次のことをやるしかないんでね。で、それでやってる感じですね。まあ、だからそれがね、まあ、簡単に言うとね、リフレーミングって言うんですけど、まあ、メルマンカインさんにはね、もう言ってるんですけど、まあ、そこね、あの、反応っていうか、まあ、普段からね、あの、まあ、これに限らずね、普段からやってる感じなんでそこに関してはね。 だからね、今は結構ゆっくりね、時間ね、取れてるんで、久しぶりね、こう、ビジョナリーカンパリンとかね、あとはまあ、あのー、なんていうんですか、戦略系の方をね、久しぶりに、片っ端から、おさらい系をまず、ドラッカーさんと、まあ、あのー、これはね、あれなんですけど、ポケット本なんですけど、ドラッカーさんとかね、あとはね、なんだっけ、まあ、ブルーオーシャンとかね、その辺久しぶりに読んだなと思ってね、 なんかあ、まあ、ちょっと見えないか。まあまあまあ、まあ、いいや。あんま見せちゃうとあれか。まあ、あのー、そんな感じでね、本をね、えー、読んでます。今日は、まあ、これぐらいかな。こまあこの、この、これを1、2冊ね、熟読したり。あと、アマゾンでね、ばばっと本を買ってね、えー、読んだり。あとはね、スマホの、あ、今、携帯で使ってるか。スマホのオーディオブック買ったりして、えー、車の中とかで読んでますね。 まあ、早速なんですけど、まあ、仕事ね、どんどん、まあ、どんどんって言うとあれか。まあ、次の仕事やる感じでね、まあ、進んではいますね。企業一応、あの、会社はね、作ってるんですけど、ちょっと時間かかるんでね、あのー、届け出だけじゃなくてね、ちょっと許可いるやつとかあるんで、それが多分1、2ヶ月かかっちゃうんで、それ待ちながらね、や、あの、別のことやってる感じですね。まあまああ、ないはないでね、次のことで。 割と忙しくなるのがね、こう、常に走ってる感じなんですけど、まあ、あのドラクエね、やっぱ2年間やってたっていうのがあって、ある意味ね、多分ね、今ドラクエユーザーで、あのね、こう、そこをね、一緒にしちゃうと問題だなっていう人もいるとは思うんですけど、ドラクエ毎日やってるじゃないですか。で、隙間時間あったらドラクエや,やってる人っていません僕もそうだったんですけど、あ、1時間できたらドラクエしようとかね。そういう好きなことをできる人って、 私もね今隙間時間できたらこうなんか本読もうとか <laughs> 隙間時間あったら仕事しようとかって多分ねがっつり何かに燃える人っていうのは多分ねすぐねなんかできる気がするんですよなんか今時間あればね大量に本読んだりなんか事務処理したりねあーこんな時間あったんだっていうのねちょっと感動してるんですよドラッグやる時間まあもったいないとは僕は思い,思いませんよ好きなことなんでね あの人生の中で大事な時間なんで。いや、そう思うんですけど、すげえ今まで、今の時間だから、風呂上が、上がって21時でしょ ?21 時から夜1時ぐらいまでやってたんで、3、4時間ってあるじゃないですか。そこの時間ってね、積み上げていった、だから7000、えっと、僕で言うと、だいたいその時間だけで多分5000時間ぐらいあるんですよ、きっと。その夜のピークタイムだけで。お昼にやったりするんで、7000時間ぐらいは。 行ったんですけど普通の人今多分5000時間ぐらいかな普通にやってたらでその辺の積み上げとかあって昼間やらなくて夜だけでもね多分3000時間4000もうちょい行くか4 5 0 0 0時間ぐらい行ってる人もいると思うんですよそれぐらいの人って多分ねあのー、もしドラクエ仮にですけどねいやまあやめる機会はねな,なかなか訪れないとは思うんですけど次のねドラクエのオンラインでも出ない限りは ねえ、なかなかならないかもしんないですけど、なんかそれをね、すごい今感じてますね。いや、時間すげえあんじゃん、俺、と思ってね。なんか、ねドラクエの多分7000時間とかを、まあ好きでドラクエやってたんで、ね法律の勉強とか当ててたら多分、なんかね、弁護士とか <laughs> 受かりそうだなってね、あの、思い上がった考えかもしんないですけどね、それ思いましたね。<laughs> まあそれぐらいね、好きっていうのはね、エネルギーあるし、簡単に時間ね、 まあ、過ぎちゃうし、その時間を他のことあってたらすごいだろうなんて、今ね、やっぱ改めて思いますね。はい、というわけでね、最近のお話と、あの、前回の動画アップした後のね、えー、まあコ、コメントっていうかね、あのー、読者さんからのね、反応。それをね、動画にした形でした。まあ、ちょっと戻れないかな、この感じは。まだね、ドラクエ会連絡来ないのと、あと、決済のね、 え、決済がおりませんでしたっていうのがあったんで、一応フレンドさんに聞くと、僕のアカウントは残ってるみたいなんですよ。フレンド見たらね、あの、スタートボタンからフレンド見ると、森木さんまだいますよ、消えてませんよっては言われるんですけど、まあまあ、まあまあ厳しいかなと <laughs>。厳しいかなと。まあ戻り、まあ今までね、だってあの、全部買ってますからね。えっと、Wii でしょで、Wii U でしょで、あと Windows 版と、 あと、それぞれのバージョン2も、僕、あの、あれ、フルパック買ってないんですよ。だから全部買ったのと、だから、あとね、何個かあるんですよね。まあ、他にも使ってない、あの、レジストレーションコードとか、その辺がね、バーンって飛んだんで、永久版だけは皆さんやめた方が <laughs>、絶対ならないと思うんですけど、まあまあ、永久版ってね、やる人はね、もうかなり狂った人しかならないんで、ね、かなりね、そちら側になっちゃったんでね、まあ、それは感じますけどね。あの、かなりね、 あの、そこがね、ポンってなくなっちゃうんでね。あのー、まあまあ、あの、やらない方がいいかなと。まあ、ドラクエ好きなんでね。えー、ドラクエ 天はまあまあ戻れるかわかんないですけど、まあそれ以降もね、ずっとドラクエは大好きっていうので、今後もね、やっていくんで、まあ配信はできるかちょ,ちょっとね、先のことなんでわかんないですけど、まあ最近のね、えー、状態、状態というかね、私のお話でした。まあ普通にね、楽しみながらやってるっちゃやってるんですけど、ちょっとね、えー、今後どうなるかわかんないっていう状態で、まあ仕方ないんで、それ考えても仕方ないんでね、まあこんな感じで本をね、読んだり、まあ仕事の方をね、えー、しっかりやってる感じですね。 はい。えー、ではね、え緊急、近況の報告でした。まあ、今後ね、ちょっと面白い、えー、まあ、仕事とね、動画結びつけた、面白い提案がね、できればと思うんですけど、まあ、そこはね、ドラクエファンとかじゃなくて、まあ、もう未見ファンでもないかな。まあ、なんか面白いのが欲しいな。世の中の刺激欲しいなっていう人に対してはね、面白いかもしれないですけど、それのね、発表、もうちょっと後かなあ。数ヶ月後かもしれないですけど、できたらなと思ってます。 はい。ご視聴ありがとうございました。失礼しまーす。またねー。失礼しまーす。